本研究では抗体や核酸プローブなどで検出した物質からのシグナルを新しい酵素サイクリング技術を用いて増幅し、超高感度に検出するための試薬と装置の開発を行っています。微生物ですとかウイルスだとか、またはバイオマーカーのようなものを測ろうとしますと、もっと感度があればなという時があります。例えば一例ですけども、冬の時期にですね、熱があって風邪かなと思って家にかかりますと、大概こんな綿棒を鼻に入れられて、インフルエンザのウイルスの検出キットを使われて、それで判定をされるという経験があるかと思いますけども、大概の方は痛いと思われると、苦痛に感じられると。でまして小さいお子さんですと、それが顕著かなと。これが微量に測れることができるんであれば、例えば鼻汁一滴でも測れることができるかもしれませんし、感染初期でも、検出できることがあるかなということで、ではこういう超高感度に測ることができていればいいんじゃないかというようなことが開発のきっかけではありますね。まずは抗原抗体反応ですとか核酸をくっつける方法だとか、それで対象としたい物質を補足すると。でその後ですね、通常は発色反応に導くわけですけども、それですと感度が一定のところで止まってしまいますから、増感をさせると。通常のサンドイッチイライザ法で補足をする。その後ですね、3α-HSD という酵素になりますけども、これを用いて増感をすることで、チオ NAD をチオ NADH に変えることで405ナノメートルのちょっと黄色っぽい発色反応に導くことで、増感をするというようなことをやっております。感度につきましては、この一般的なものから比べると大体1000倍ぐらい高感度になっているかなと考えております。酵素サイクリング反応自体はですね、もう30年ぐらい前からこのチオ NAD 系も知られている方法ではあるんですが、なかなか実用に結びつかなかった、特に抗原抗体反応を経て、それで増感するって場合には、ブランクの反応も一緒に上昇しまして、要は主反応といいますか、物質に対する反応もあるんですけども、試薬自身がブランク反応を起こしますから、ある一定時間経つと、急高度値以上になってしまったりとか、その差し引きが十分出ないというようなことが起きます。ブランクの上昇を非常に抑えないとダメだということで、一つには基質の工夫をしました。それに対して酵素の方も大事なものですから、その回転速度のいいもので、その増加反応に適するものですとか、共存させる酵素の生成を徹底的にやるというようなことをしております。我々の方法といいますのは、さまざまなウイルスですとか微生物ですとか、もしくはバイオマーカーのようなもので、今まで測れなかったような超微量のものでも、測れる方法だと考えております。ですので、これまでその臨床検査、体外診断薬として、着目されなかったような物質であっても、今後測れるようになるのかなと考えております。でただし、ちょっとこれを手でやるには、手技でやるには、煩雑な工程があるものですから、これを臨床現場で使っていただくために、簡便で安価な装置開発ということを同時に進めております。ですので、これが実現すればですね、さまざまな項目に応用できますから、でそれで社会貢献につながれば幸いだと考えております。